はい、ヒロシーランド TV の大月です。今日は久しぶりにホットイールをお送りしようと思います。ランダムに取り出して、1台ずつ簡単にね、語っていくというスタイルでいつものようにお送りします。はい、ではですね、早速1台目いきます。こちら、これマーキュリーですかね。なんだ、テールドラッカー、テールドラッカーって書いてますね。ちょっとモンスターテイストのペイントが施されたシリーズなんかな、これ、なんか確かシリーズでね、いろいろ出てくると思いますけど、はい、そんな感じのマーキュリーでした。はい、次行きます。でれん、はい、こちらはスクールバスか、サーフィンスクールバスって書いてますね。ギラギラのね、バスですよ。お、これモンスターシリーズじゃねえかな、多いですね。はい、スクールバス、こんなバスに乗ってみてと思っちゃう1台でした。はい、次いきます。はい、こちらは、ソーファストって書いてますね。スキャロップのペイントが施されたホットロッドです。はい、次行きます。はい、あっと、あはい、こちらマジョレット、マジョレットです。ホットイールじゃないです、すいません。マジョレットのコルベットですね。ペプシコーラって書いてますね。はい、ペプシコーラカラーのコルベットでした、マジョレット。はい、ラムネ付きだったやつですね。はい、次いきます。はい、こちら、これマスタングか、あ、カマロか、カマロですね。67カマロって書いてました。ブルメタのね、ギラギラの塗装に赤のファイヤーっていうね、やる気満々のカマロ。このカマロはね、個人的にすごい好きで、友達がね、昔真っ黄色いやつ乗ってたんですけど、まあ、羨ましかったっすね。かっこいいんですよ。何せ実写もかっこいい。はい、カマロ、憧れです。はい、次行きます。はい、こちらは、インパラ？なんだ、インパラ、インパラルルルルル、なんかよくそれ読めません。はい、インパラです。ブルーに、幾何学模様のようなペイントが入ってますね。はい、悪そうな一台です。いいですね。 BK が好きな人とかこういうの好きなんじゃないかな。俺は BK じゃないけど。はい、次いきます。こちら、はい、フレーム、ララ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 シリーズ。はい、ちょっと用語がないです。はい、これ古いっすよね、確か。これ古いはずなんだよな。見てみますか。字がちっちゃくて読めねえよ。わかんねえな。1996って書いてある。あります？はい、ちょっと、使ったらすいません。何でしたっけ？サンダーバードでしたっけ？なんかわかんなかったしな。Tバード。
T ワードって書いてあるよね。はい、フレームシリーズの T ワードでした。 T ワード、あ、ブラックキャッツの曲にありましたね。なんか、はい、そんな T ワードです。はい、いきます。はい、あ、またカマロやんか。あ、これパンクロック書いてますね。確かにロック系のね、なんかシリーズの一例じゃないかな。67カマロのパンクロックバージョンです。パンクロックバージョンつってペイントもね、なんかそんな感じですか。うん、まあパンクなんでしょうね。はい、カマロでした。次行きます。お、今日はねペース早いよ、少し多分。はい、じゃあ行きます。はい、サニーフォードの、ポリスカーですね。サニーフォードかっこいいよね。先輩乗ってましたね、昔。今知り合いの知り合いぐらいの乗ってますけどね。いやー、もうこういうね、すごいっすよ、ほんと。実車見たら、へーっていう感じですよね。サニーフォード、これもね、憧れの一台です。多分一生乗ることはないと思います。はい、次行きます。あ、ちょっとね、あれだ、あれ、出た、また出ました、マジョレット。マジョレットのポリスカーは、これ車種なんだろう、車種なんですか、詳しい方。あー、お、シボレーでいいのかな、違ったらすいません。はい、ポリスカかっこいいですよね、なかなかクールで。はい、いいと思います。カジョレットもね、結構形いいんですよね。これは好きですよ、個人的に。はい、次行きます。こちら、はい、バルクーダプリムス。はい、プリムスバラクーダ、近くに乗ってる人いないって言ったんだけど、この間前の動画でね、いますいます、すっかり忘れてた。はい、僕がお世話になってる車屋さんのね、方が乗ってます。ワゴンタイプっつったらいいのかな。あ、違う、あれフォードファルコンっつったんだ。全然違うやん、全然違いますね。はい、大変失礼しました。プリムスバラクーダ赤いパンチクショーということで、はい。ね、ちょっと、あ、変わったやつ1個いきます。なんかショートを出したらね、結構回ったんで、上げときたい、出しときたいんですけど、シクスティーズマッスルカーズというね、セットものです。セットもののホットウィール、ギフトパックって書いてますけどね。これ、まあまあ古いはずっすね。はい。エコーブラとね、これなんだっけな、わかんない。これがね、コルベットじゃねえかな。マスタングでしょ。で、ここにもカマロ。はい、今日カマロがね、いっぱい出てきましたね。今日はカマロの日だな、これ。1995ですね。1995発売の 60s マッスルカーズ。ということで。これなんだろう、書いてないよな、書いてない、そこまで詳しくないんですいません、わかりません。はい、でもかっこいいです、このセット、結構気に入ってます。はい、おまけにね、文字がいっちゃいましょう。あれ出したいんだよな、いいかな、いいな。あ、これ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 、これこれ、これサニーフォードの、まあ、ホットロッドなんですけど、これなんでこうなってるかというと、コースがねすいません、コースが売ってるんですよ、こういうコースが売っていて、そのコースにしかついてこないというバージョンのホットリールです。
はい、ってことは僕コース持ってたんですよね。はい、どっか行っちゃいましたけど、まあそんな珍しいつうかあんまり価値はないのかもしれないけど、一般の売り場にはあのこう、ね、並んでね、あの出てこない一台っていうことで、そういう意味ではまあちょっと特別なのかなという一台でした。はい、そんな感じで、お送りしましたホットイールシリーズ。マジョレットもね出てきちゃったけど、はい、また別の動画あげます。ではまた。